守ってあげたいと思ったんですって。いつもは守られてる自分なのにって、暗闇では自分が皆さんのことを守るよって、何でも言っていいよ、何でもしてあげるよって。環境が違うだけでリーダーシップを取る人は変わっていく。それはきっと常にどこでも同じなんでしょうけど、日常に使っていた自分たちの暮らしの知恵みたいなものが暗闇でどんどん使われていくと、いわゆる目を使っている人からしてみると全くもって違った文化なので、すごいと思って、あ、目が見えない人は弱い人ではなくて、不自由な人でもなくて、独自な文化を構築している人たちだったんだってことを知れるんですね。2020が東京で決まりましたよって時に、英語できなくたっていいから日本語でようこそ日本へって言ってもらえたら嬉しいだろうなと思ったんですね。ダイアリーサイレンスって本当に言語は使わないので、笑顔と身振り手振りだけで意思の疎通を図っていって対話をしていくわけなんですけど、この経験を持って、あ、できるじゃない、通じるじゃないって分かれば、よし、やってみようって思ってまいるかなって。親みたいな力を持ってるなって思うんですね。お腹が空いてるのかなとか、悲しい顔してるかなとかっていうふうに常に我が子を見ているみたいな力って親ってありますよね。ものすごく緊張した状態で多分親って親業をしていて、その最たる人たちが聞こえない人や見えない人たちなんだろうなと思うんですね。それはそうしないと生きていけないというふうな、それ私たちからすると聞き流してしまう、また見逃してしまうことを聞き流すことはしていないし、見逃していないんですね。どんな人たちのことでも一挙手一投足を見て判断し、一つの音だけでも判断しているみたいな、そういうふうな文化とかスキルを持ったプロフェッショナルなんですよね。ダイアリーは障害があるから助けてねっていう風な福祉的なイベントではなくて、人に喜びを与えたり気づきを与えるソーシャルエンターテインメントなので、そこの中に対してアテンドたちは活躍し、きちんと給料をもらって納税できるまで頑張るみたいな。一番最初のお給料をもらった時に、私お母さんにお小遣いあげられるんだっていう風に言った子がいたんですね。その機会を作ることは私たちの大きな目的な一つです。相手を知ったところから仕事が生まれるんだと思うんですよね。障害があるなし関係なく、その人の能力を最大限使っているかといえばそれは分からないんですよね。だけれども、いわゆる健常者と言われている人だとするならば想像がつくと思うんだけども、やっぱ出会ってないと分からないので、雇う前に耳が聞こえない人って、目が見えない人のその文化どんな文化なんだろうかっていうような、そういう強みとか困るであろうこととかっていうのは実際にたくさん知っていただいてからがいいなと思います。みんなね、アテンドの人たちとお客さんがハグをするんですよ。それは手話ができる状態じゃないから、何としても自分の気持ちを伝えたい、聞こえることができないけどその状態何としてでも受け入れたいと思えば、体を使うことがもう一番のコミュニケーションで、おのずとハグになっていくんだと思うんですね。